韓国関連情報をお伝えするアイクリアユーです。今回は11月の韓国がものすごくやばいことになっているので、4つのことを確認してから韓国に行ってほしいなということで動画を作りました。1つ目、トラコジラミ。トラコジラミと聞くとピンとこない方が多いですが、カメムシの仲間です。トラコジラミは蚊のように人の血を吸って、腕や足、首周りなどを噛んで痒くなってしまいます。韓国のソウル中心部でも23件も発見されているという目撃情報があるほど今社会問題化しているんです。特に発見されている場所がホテルのマットレスであったり地下鉄の座席であるので、観光客に大きな影響があります。韓国旅行をしていた時の9月頃にはそのような情報はなかったのですが、現在11月時点ではホテルのキャンセルも多いみたいです。現在一部のニュースではトラコジラミは夜の夜行性なので、地下鉄で実際にどんどん繁殖していくことはないかもしれないというような意見も出ています。もしトラコジラミに噛まれた場合は吐いてしまったり唾をつけない方がいいということです。二次感染してそこも痒くなってしまうとのことなので、きれいに消毒して虫刺されの薬を塗るといいということでした。現在韓国では全面的に駆除作業を行っていますが、まだ完璧になくなるまでは要注意ですね。2つ目、地下鉄ストライキ。2つ目は韓国ソウルの地下鉄のストライキが始まるということです。11月の9日にストライキが始まるんですけれども、ストライキが始まるとどういうことになるかというと、なんと今運行している地下鉄の 50% ぐらい減らされてしまうということなんですね。韓国の地下鉄ってソウルを旅行するときには本当にとっても便利で、しかも安価なのでよく利用する方も多いと思うんですけれども、これが 50% に減らされるとなると旅行される方は結構大変なことになるんじゃないかと思います。実際私が9月頃韓国旅行を行っていた際は、プサンの地下鉄のストライキが行っていて、プサン駅スクリーンが可愛い電車みたい。こんな感じで釜山駅の前でストライキをしていたんですね。実際にその釜山駅から KTX で乗る時も、チケットを購入する時にかなり運休が多くて手こずりました。一部の列車が KTX のデモのせいで本数が減ってるので要注意。いつもやったらこんなにも並んでなかったかもしれないけど、もしかしたら運休ちょっと行ってるからこんだけ混んでるんかもしれない。そうやな。年がに3個入れじゃん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 。こんな感じで、もし旅行するときはちょっとこう交通の便で予定とずれてしまうことが多いかもしれません。11月9日からストライキが始まって、実際にいつまで運休が 50% になるかっていうのがまだ未定なので、ちょっと要注意ですね。ちなみに去年の同じようなストライキは11月30日に和解があって終わったみたいです。3、驚異的な円安。今日本の円が安くなっていて、海外で旅行するときにはかなり高く感じるというような状況ですよね。今のレートを見ると1000円使うと868円で買い物をするような印象です。
韓国の美味しいグルメを食べたり買い物をするときに円安はかなりダメージが大きいです。実際に円からウォンに変えるときにかなり値段が下がってしまうので、その分気分も下がります。少しでも円高になって旅行の時にお金を使えるようになったらいいですね。4つ目、麻薬。これは結構ニュースでも多く出てるとは思いますけれども、まあ、今韓国では結構麻薬が充満しているということで話題になっているんですね。韓国でも麻薬の問題は結構重要視されていて、麻薬を撲滅しようという運動やいろんな事故に巻き込まれないように未然に防いでいたりします。ソウルの市庁前でたまたまフェスティバルをしていたんですけれども、健康ソウルフェスティバルというイベントがしていました。いろんな薬剤関係の会社が集まって無料で薬のサンプルを配布していたり、麻薬を防止する対策なども案内していました。韓国国内でも大掛かりに予防をしていたりするので、もし麻薬を誘われたとしても必ず断るように気をつけてください。今回は今韓国旅行に行く前に必ず確認してほしいことを4つご紹介しました。韓国旅行に行きたい理由はもちろん韓国グルメを食べたいとか観光スポットに行きたい、推しを見に行きたいとかっていういろんな理由があると思いますが、この動画をまず見てから韓国旅行を検討してみてください。動画が参考になりましたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。でもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけるとライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいので、ぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラ U のメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクラ U から YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は iPurpleU メンバー登録の上 Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。